大変だよ。どうしたアスナ。さっき勇気からメッセージが来て、もう ALO をやめるって。なんだって。さっきから連絡を取ろうとしてるんだけど、呼びかけにも全然応じないし、どうしよう。キリト君、今ならまだログインしているかもしれない。俺はめぼしい場所を探してみるから、アスナはそのまま連絡を取り続けてくれ。わかった。この空も大地も、いざ見納めとなるとやっぱり寂しいな。勇気。うわ、キリト。こんなところにいたのか。見つけるのに苦労したぞ。探してくれたんだ、ありがとう。アスナ、心配してるぞ。うん。一体何があったんだ。ねえキリト、僕アスナを悲しませちゃったよね。せっかくスリーピングナイツに入りたいって言ってくれたのに。悲しませたくなかったからああいう風に言ったんだけどな。アスナはさ、 SAO で決明騎士団っていうギルドの副団長をやってたんだ。攻略組の中でも一番の勢力を誇るギルドで、朝から晩までひたすら攻略に励んでいた。そうだったんだ。それならあれだけ強いのも納得だね。 SAO で HP がゼロになることは現実世界での死を意味する。だから決明騎士団では一人も死者を出さないことを常に第一に考えていた。それはとてつもない重圧だったと思う。その責務を背負いながらアスナはあの世界を生き抜いてきたんだ。あの日アスナが話していたのは決明騎士団のことだったんだね。ああ、だからアスナがスリーピングナイツに入りたいって言い出した時は正直俺も驚いたよ。でもそれでアスナが過去の恐れを断ち切って前に踏み出せるなら、俺はそれを応援しようと思った。キリト、でも僕たちは。ああ、俺は勇気がなんであの時断ったかもわかる気がしてる。え？勇気と初めて会ったのは SAO だったよな。うん、そうだね。ゲームをクリアしてアインクラッドが崩壊する直前に突然現れたからびっくりしたよ。うん、僕もびっくりした。まさかあの SAO に自分が入っちゃうなんて思いもしなかったよ。しかもいきなり戦いたいだなんて言い出すし、正直わけがわからなかったな。でもキリトは何も聞かずにデュエルをしてくれたよね。すごく嬉しかった。自分でもなんであの世界に迷い込んじゃったのかわからない。でもキリトとあの場で戦えてよかったって思ってるんだ。そっか、 SAO でのデュエル、そして ALO での冒険。今まで勇気と一緒に戦ってきて分かったことがある。なーに。君は完全にこの世界の住人なんだろう。キリト。やっぱりすごいな、キリトは。どうしてバレちゃったの。勇気の戦いを見て思ってた。君の攻撃スピード、反応速度は限界を優に超えてる。 ALO の、いや、フルダイブ環境そのものの申し子、そんな感じがしたんだ。それだけ仮想世界の姿を使いこなすには気が遠くなるほどの時間が必要なはずだろ。そう、俺たちが SAO にいた時間よりもさらに長い時間が。キリトにはかなわないな。ねえキリト、
アスナを大事にしなよ。え？二人は恋人なんでしょ？ああ、なんでわかったんだ？バレバレだよ。スリーピングナイツのみんなもほとんど分かってたと思うよ。そうだったのか。今だってアスナ何か悩んでる。だからちゃんと力になってあげて。スリーピングナイツの分までリーダーの僕からお願いします。アスナを悲しませたら許さないからね。もちろんそんなことはしない。きっと今何を聞いてもアスナは答えてくれないけど、アスナが俺を頼りにしてきた時にいつでも支えるつもりだよ。そっか、それじゃあ安心だね。ちゃんと幸せにしてあげてね。これはキリトにしかできないことだから。わかったよ。さーてと、今日はそろそろログアウトしようかな。ユウキ、俺は君ともう一度戦いたいと思ってる。うん、僕もだよ。それじゃあね。その言葉を残してゼッケン、ユウキはエール王から姿を消した。数日の時が経ち、アスナ、キリト君、ユウキにもう一度会いたいか？うん、私どうしてももう一度会ってユウキと話がしたい。なんで突然エール王からいなくなったのか知りたいの。私のせいだとしたらきちんと謝りたい。そうか。ユウキの現実の居場所に心当たりがないでもない。俺の勘が当たっているなら、ユウキに会いに行けるかもしれない。少し調べる時間をくれないか？うん、わかった。それからしばらくして俺とアスナはエールをログアウトし、横浜港北総合病院へと向かった。そこは日本で唯一メディキボイドの臨床実験をしている場所だ。世界初の医療用フルダイブ機器メディキボイド、アミスフィアの超強化版ともいえるその機器は、外界からの刺激を全て遮断し、脳の深部まで VR 世界とリンクすることができるのだという。そしてメディキボイドで最も期待されている分野の一つがターミナルケア、終末期医療と呼ばれるものだった。病院に着いた俺たちは、ユウキの主治医だという人から彼女の病状を聞かされる。後天性免疫不全症候群、通称エイズ。ユウキは3年前に発症し、メディキボイドの被験者になることを決意したのだという。それから3年、無菌室に横たわる彼女の小さな体は日々病と戦い続けていた。24時間フルダイブしたまま3年間。ユウキの強さはそこにあったんだな。俺たち元 SAO プレイヤーよりも、世界の誰よりもユウキは仮想世界の人間なんだ。ユウキ、あなたにもう一度、もう一度だけでいいから会いたいよ。泣かないで、アスナ。ユウキ、ユウキ、そこにいるの？うん、直接は見ることができないけど、レンズ越しに見えてるよ。アスナ、キリト、ありがとう、来てくれて。ユウキ、私…アスナ。隣の部屋にアミュスフィアがあるんだ。ALO も入ってる。中で待ってるから、ログインして来て。うん、わかった。キリ
ト君、行こう。なんでかな、来てくれる気がしたんだよ。現実の居場所教えてなかったのに。ああ、勝手に人のプライバシーを探るようなことをしてごめん。仮想空間を監視する機関にツテがあってさ、無理って聞き出したんだ。うん、いいよ。僕も心の奥では来て欲しかったんだと思うから。自分で ALO からいなくなっちゃったのに身勝手だよね。勇気、アスナ、キリト、ごめんね。本当のことを言えなくて。スリーピングナイツが解散する本当の理由はね、だから僕たちはどうしてもこの素敵な世界で最後。そんな時 MMO トゥモローの記事のことを知ってさ、あれに乗ることで僕たちがここにいたよっていう証を残したかったんだ。でもチャンスは一度しかない。絶対に逃すことができないから、手伝ってくれる人を探そうって相談したんだ。反対意見もあったよ。もし僕たちのことを知られたら、その人に迷惑をかけちゃう、嫌な思いをさせちゃうからって。その通りになっちゃったね。ごめんね。もしできるなら今からでも僕たちのことは忘れて。できないよ、私絶対に諦めない。ユキ、もう一度デュエルしよう。え？ぶつからなければ伝わらないこともある。ユキに教えてもらったんだよ。だから剣を抜いて。わかった。この前のデュエルは中途半端で終わりにしちゃったもんね。うん、だからもう一度勝負。よっ、せい。はっはっ、よっ、通るしかない。はっ、せや、やった。いくぞ。